はい、どうも、ネットアップの営業、臼田でございます。山潤、こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。山潤、まず最初に自己紹介簡単にしてもらっていいですか。はい、皆様ご参加ありがとうございます。ネットアップ合同会社の、製造サービス営業部で営業しております、山田と申します。あだ名が山潤となっております。たまに山潤と呼ばれると思いますので、山潤は私のことでございます。よろしくお願いします。はい、カメラ目線でどうもありがとうございました。山潤、今日は、サステナブルな CAD データモビリティの実現ネットアップというお題でお話しいただくんですけれども、はい、サステナブル、来ましたね。なんか SDGs 推しみたいな感じで来ますが、どうなんでしょう。一番お伝えしたい、お話、どんな内容なんでしょう。そうですね。我々ネットアップはもう CAD データと書いてありますけれども、製造業の設計の現場のお客様に、昔からご使用いただいていて、今でもご使用いただいてますけれども、その中でですね、今の流行り言葉でもありますが、サスティナブル。という言葉と、あとモビリティですね。この2つを題目に入れさせていただいておりますが、その実現、昔も今も未来も我々なのでございますということが言いたいという資料になっております。あれですね、楽しみですね。それじゃあ、スライド入っていってもらってもいいですか。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。少し昔を振り返らせていただきます。過去からの強みとなっておるんですけれども、左上ちょっと昔の絵でございますが、我々NFS のストレージっていうのが生い立ちの一番誕生の始まりなんですけれども、CAD の世界で、ユニックスの、CAD の時代ですね、その時も普通に NFS のサーバーとして使っていただいたんですが、ユニックス CAD から Windows CAD に移るその過渡期が、ありました。その時にですね、我々のネットアップはい、Windows も Unix も喋れるという形で、エンハンスがされた時に、この Unix で作られた CAD データを Windows の CAD ですねで、見なきゃいけないって、昔の時代見なきゃいけないんですけど、Windows が簡単に Unix のデータって見れないんですけれども、そこをですね、ネットアップのストレージを使っていただくと見えるという仕掛けがありまして、そこをご愛顧いただいて、たくさんお使いいただいたという部分と、あと左上の絵の CAD 環境設定ってあるんですけど、この環境設定、CAD の環境設定をネットワーク側に、ストレージ側に入れといて、クライアントに見せるという形で、どのワークステーションでも自分の環境が使えるみたいな形の、少し前、今でいう新クライアントチックな、CAD 専門の新クライアントですけどね、こんなことができるようになっていましたというのが、一番初めの、すいません、採用のあれで、ですね。で、CAD の環境にとてもマッチしていたと。というのがファーストステップでございます。いいですね。次のスライドあるんですか？ですね、ちょっと右の、ちょっと人の絵が映っている部分があると思うんですけれども、はい、ここがですね、もう一個の特徴があってですね、CAD のデータの、バックアップ、でもうちスナップショットでバックアップを取りますけど、CAD のデータ、もしちょっと設計間違えたとか、前のデータに戻りたいんだって言ったときに、スナップショットからリストアするっていう、ことができるんですけど、これを設計者の皆様自身のご判断でできるという形のオプションがついてまして、それもご愛顧いただいていたと。自分自身でバックアップを取り、自分自身でリストアすると。こんな形で高速のスナップショットが役立ちました。なるほど。確かにネットアップはスナップショットですね。スナップミラーですかね。これが非常に優れているっていうのは、有名ですよね。はい、ありがとうございます。下側のスナップミラーをまさに表現してるんですけれども、CAD のお客様が一番早くですね、リモートのバックアップですね、データのバックアップを取られていたっていう、プラスですね、リモート、海外の拠点とか、そこにあとデータ交換しなきゃいけないっていうニーズも非常に早くお持ちになられていたので、そこでのデータ共有にスナップミラーを使われているという形の歴史がございます。これはもう過去から今でもずっとお役立っている内容になっております。なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっと現在の主流を見ていただきたいんですけれども、今
まあ、リモートワークの時代に突入してますが、CAD の世界でも VDI ですね、の環境。その VDI の環境と先ほどの CAD データの格納を同じアーキテクチャで実現するというのが左側の絵になっています。これがシンプルに VDI 環境とデータ管理基盤を統合できるといった部分が現在非常にお客様にニーズいただいている内容にございます。はい。そしてちょっと右上になんですけれども、まあ、今時の SLA にコストを合わせるといったような形で、我々いろんなタイプのディスクメディアを扱っているんですけれども、主流として SSD、昨今のやっぱり集約になってきてるんですけど、やっぱりデータはその適正に合わせて早く見たい、いやいや後でアーカイブでいいんだよっていう、その SLA レベルが変わっていくので、そこはちょっと時間とともにコストを下げていきたいよねっていうのが現代のニーズで非常に多いので、高速中速低速括弧アーカイブですけれども、ここの間でさらにクラウドですね、この間を移動可能にする、ちょっとモビリティってお題目も出してますが、このモビリティも重要だというふうに思っております。なるほど、ここでモビリティという言葉が出てくるんですね。そしてですね、ちょっととてもお伝えしとかなければいけないメリットがございまして、ランサムウェア対策が右下になっております。はい、我々のスナップショットの領域ってそもそも見れない状態になってますんで、普通 のリモートから見られても、ランサムウェアの人たち、ランサムウェアのアプリケーション、ここを書き換えることはできません、基本的に。ただ時間が経つとバックアップ領域なので、サイクルが回ってくると感染してしまいますが、それの前までの状態に戻るというのは、そのスナップショットを持っていれば感染前に戻れますという形のリストができますので、大量にランサムウェアにやられてしまったっていう場合にでも、その感染前の状態を早くリストアするっていう機能がそもそもネットアップにはあるんですね。ここが皆様の頭を昨今悩ませているランサムウェアを対策できる、ストレージ側で対策できる、これはネットアップの強みになっています。将来的にはというか今なんですけど、次はですね、自動検知です。ランサムウェアを自動検知して皆様のデータを保護するという機能が加わります。なるほど、この機能もたくさんのお客様入れていただいてますね。そうですね、まあ、基本的にネットアップ使っていただいていれば、ここら辺の対策はもう8割方できているというふうに言っても過言ではないんじゃないでしょうかと僕は思っております。なるほど、ありがとうございます。はい、最後なんですけど、未来でございます。はい、はい、やっぱりこの今の時代、ワークスタイルの変化がとても加速度的に上がってますよね。と、仕事のロケーションやはりオフィスから家からハイブリッドタイプで、皆さんも設計者の皆さんもワークされると思います。その中にやっぱり、まあ、元々のニーズでもあったグローバルの設計でコラボレーションの設計の効率化、ここら辺においてもやっぱりそのデータをどう扱うかっていうのはとても重要な、未来に、今の課題でもあり未来も永続的に課題になると思います。そこでちょっと CAD の世界ではまだあまり広がってないっていう見方もありますけれども、やっぱクラウドのテクノロジーを活用するというのが近い未来というか、明日明後日起きる可能性も十分ありますので、クラウドのテクノロジーを使いながらワークスペースもデータもロケーションにとらわれない、ロケーションエニウェアの時代に突入していくというふうに我々は思ってますし、それをご支援できると、左下にデータファブリックという言葉で我々のコンセプトを表しておりますけれども、まさにデータのロケーションをフリーにするという形で、お題目の3つなんですけど、最初にテーマやったサスティナブルなデータ管理ですね。サスティナブル、いろんなエコ的なものだったり環境ニットでいろんなテーマあると思うんですけど、我々がご支援できるのはやっぱりデータ管理屋としてデータをサスティナブルに扱えるという状態を皆様に提供することだというふうに考えております。なるほど、ありがとうございます。山順、今日は、過去現在未来って流れで、はい、ネットアップストレージを経験してきたお話を、していただきました。私聞いててなんですけれども、はい、全般通してやはりそのサステナブル、データって今もこれからも未来永劫ね、持続的に運用が必要ですよと。そうですね。そして最終的にはデータモビリティにつながる、まあ、そんなメッセージが山順のメッセージなんですかね。そうですね、ちょっと宇佐さんが先に
答えを言っちゃったんですけれども、真ん中にちょっと僕の言いたいことが含まれていて、データってただ単にもちろん移動できればいいって問題でもないんですけど、SLA に、先ほども SLA の話題ありましたけど、早く使いたいとき、でも長く持たなきゃいけないとき、そしてランサムウェア対策に代表されるような安全性の確保、そしてコストですよね。この観点を実現するっていうのにもデータモビリティが必要だというふうに考えております。なのでデータモビリティは単純に移動できればいいっていう問題ではなくて、長く早く長く安全にコスト最適にデータモビリティを実現すること、それがネットアップでご支援できる、過去から現在未来において CAD の領域でネットアップを大変多くお使いいただいている、そして未来のモビリティ、今までもモビリティしてきたつもりなんですけれども、もちろんバックアップもモビリティですからね。ただそれを先にまでサステナブルにご提供できる、サステナブルにある理由はデータモビリティが必要なのである、そこがネットアップのご支援のしどころだというふうに思っております。なるほど、最後うまいことファイネットアップにつないでいただきましたね。そうですね、つなげれましたかね。つなげれてますね。しっかり私も、山順のお話受け止められたと思います。いや今日どうもありがとうございました。いい話が、ありがとうございました、はい、お伺いできました、今日短い時間だったんですけれども、はい、もっとお話聞きたいとか、そういった場合どうすればよろしいですか？そうですね、最寄りの営業マン、近くにいる営業ネットアップの営業マンにお声掛けいただく、またはパートナー様が、たくさんのパートナー様が我々を支えていただいてますので、近くのパートナー様にお問い合わせいただく、または我々のホームページに来ていただければチャット等で我々のアクセスが可能でございますので、営業マンを呼び出していただければというふうに思っております。はい、ありがとうございました。今日、5分10分ぐらいのお話でしたけれども、視聴者の皆さん、山順の気持ちお伝わり、しましたでしょうか。これからもですね、ネットアップをどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。